1月27日ときめき音楽館陽子と旅をしようのしようよの時間が参りました。新年初めての出演でございます、ね、出ますし、 そうですよね、そして私の曲のハイボールとユウさんの作曲者さんでも、ね、待ってました。サスケさんとはね、もうね、ずいぶん何回も、長いですね、陸前高田の方にも一緒に来ましたね。もうね、10年になりますけど、まだまだ、東京ではね、もう過去の話でございますけど、まだまだ旅行途中でございます。7万本あった中で、1本残った高田の本町の歌です。陸前高田の松原が押し流されたその後にたった一人で残された一本待ちよ、ひょろり待ちつ生きてりゃいいこともきっとある。一本待つよ負けるなよ、天に向かって伸びてゆけ、だけど頑張らなくていい、そのままそこで歩けたまま生きてよ、いいことを聞いて倒れた松を薪にして祈りを燃やす送り火よ、赤い炎を見つめてた暑い夏、生きてりゃいいこと、きっとある。決して明るい歌ではないんですけれどね、たとえ運んでしまっても剣で命引きつなれ、夢を紡いでゆくだろう、1万本やがて高田の松原が7万本によみがえる、生きてりゃいいこときっとある、生きてりゃいいことを一緒にきっとある。